先生に交差点のお話をしてもらった後、先生のお話のことで疑問に思ったこととか、皆さんが日頃から疑問に思っている交差点のこととかを先生に聞いたりして意見交換するっていうふうにしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。では今日は来ていただいているのは福島大学の二辺直子先生です。先生よろしくお願いします。福島大学の二辺と言います。よろしくお願いします。まあ、今日は放射線と食の安全ということで話させてもらいます。まあ、最初にですけども、10年前、もう11年前近くになりますけど、まあ、原発、第一原発が、爆発して放射性物質が飛びました。放射性物質は放射性物質って言いますが、何種類かあります。ここに飛んで書いてあるのが、今回飛んだと言われている放射性物質。放射性っていうのは放射線を出す物質ですね。放射線を出す物質を放射性物質と言いますが、いくつかあります。でいくつかあるんですが、一番問題になるのは赤枠で囲ってある CS137 とか CS137、 右側の数字は覚えなくていいんですけども、テシウムですね、30年って書いてあります。これ何かっていうと半減期っていうもの。半減期って聞いたことあります。放射線っていうのは、放射性物質が名の通り放射線を出すんですけども、放射線を出すと落ち着きます。その安定な物質に戻ります。でその例えば100あるものが50個落ち着くまでの期間が30、これで言うと30分です。で、答えを言うと、まあ、1番も多少あると思うんですが、大きな理由は2番目です。はい、土壌中のテシウムの分布、降った放射性、原発から飛んできて降ったテシウムが土壌の中で、面的ではなくて縦ですね、深さ方向にどこに分布してるかっていうのを調べた結果で、赤いところがテシウムがあるところを探しました。で見るとこの白いラインが地表面なんで、もう5年経ってるのに表面にしかないんですね。これが今回飛んだテシウムの最大の特徴です。カリウム濃度とテシウム濃度のこういう負の関係が、負っていうか、カリウムが増えればテシウムは減る、吸わなくなるっていう関係があるんですね。わかりますかね。横軸に右に行くほどカリウムがいっぱいあるということを表していて、そうすると玄米中のセシウム濃度が下がってますよね。でセシウムはもともとそれが必要な元素ではないので、そのセシウム専用の窓口というのはないというのは分かっていて、じゃあでも取り込んでしまう。じゃあなんでかというと、調べてみるとそのカリウムっていうのをの窓口を通っているということが分かりました。ところでこの下のこのフロアですね、県内のチェック体制で農産物作って出荷する、もしくは食卓に並ぶまでに福島県内でどういうところでチェックしてるか体制です。さっき言ったようにカリウム製品したり強度廃業したりして栽培してそれで OK かって、そんなことなくて、実際に入ってるか入ってないかが問題なので、県を中心にして国の指示のもと、モニタリング検査、この緑の部分は行われています。年間2万点くらい、品目でいうと500品種くらい、トマトとかキュウリとかそういうもの全部含めてですね、米を除くの、米はもう全量全袋検査もあるので、あれ1年間で、1000万件くらいやるので、あれは抜きにして米大豆とか小麦とかっていうので年間2万点くらい、測っています。でご覧いただくと分かるように、2011年3月4月はこの紫とかありますけども、濃度が高いですね。一番高いのが8万4000ベクレルの、吹き立ちなんです、ほうれん草みたいなのが、出ました。さすがに高いですね。1キロあたりそこからだんだん下がってきて、いきますので、急激に下がってきてると思うんですけど、理由がいくつかあって、一つはこの事故直後に高いのは、原発が3月ですね、3月11日で、そこに直接汚染したもの、冬作物ですね、小松菜とかほうれん草とか、そして圃場に葉っぱが広がってたものに直接放射性物質がついたのが、この最初の3ヶ月くらいの濃度が特に高いところで、でもそれは、まあ、収穫されて、今度5月6月の多種になって、次の作物が来ますよね、稲も含めて。それはこの間接汚染って、一旦直接ではなくて土に落ちた放射性物質が、さっき言った、根っこを通して、自分の中に体内に吸っちゃうんです。カリウムを吸おうと思った
吸おうと思って間違って芯を吸っちゃう、メカニズムが働いて、この第2弾の関節痛が始まる。でご覧いただくと野菜穀類はもうほとんど食用こういうものはありません。2013年以降出しきれてないので、でも一個にも、はい、野菜穀類はほとんど100を超えるものは栽培されていない。一方深いのが下2つ山菜と魚、これは残念ながらちょっと高い。なんで高いか理由があります。山菜はなんで高いと思いますか？そう、その通り、除染してないからですね。山で育つものを除染してないから一種になるから、はい、もう一つあります。あと下流の製品ができない。山のものなのでどこにできるか分からないので、下流を巻けば多分落ちるんですけど、人工的に制御ができないので高いという、それは後ろに入れない。植物が大きくなる上で全部その成長する先にカリウムが行かせるんですよ、植物は。なの でカリウムが行くところにセシウムも間違って行っちゃうので、こういう若い葉の一番ちっちゃいところにたまるんです。で他の元素が入ってないので濃度とすれば、濃度が高い。稲はこの全部下の方に赤い人、周りに2色色がついているように、稲のシムが稲の実のどこに通るかっていうと、周りの部分、殻の部分、殻の部分と肺の部分ですね。はい、で真ん中の中、肺乳と言われる部分にはたまりません。電通しか通ってないですね。ゲームはたまらない。なので、米で比較すれば、玄米が一番高くて、磨くほど、一方大事なんですね。一方大事は、実は芯全体に溜めちゃう。これはもう種子の構造、種の構造上仕方ない。逆に言うと、これだけ溜める、他のセシウムだけじゃなくて、カリウムもマグネシウムもマグネシウムも全部同じように溜めるんで、畑のカルシウムとか、畑のタンパク質とか、栄養がリッチだと言われているんですけど、米に対して5倍とか、カルシウムでいくと確か20倍くらいこっちの方が溜めるので、今まで栄養があって溜めてたもの、先ほど山菜もそうなんですけど、栄養があって溜めてたもの、それはちゃんと理由があって、先ほどに栄養分が溜まるところ、我々が美味しいと思ってたんですけど、セシウムも、しょうがなく一緒なので、芯全体溜めちゃうので、同じ1キロの米を持ってきたらば、米は一部にしか溜めないところです。大豆は芯全体溜めちゃうので、濃度とすればちょっと高いケースが見られる。ありがとうございます。水豚のが一食何も入れないで絹ごし豆腐だけで練ったんですけど、今日は中に、緑がほうれん草、赤が人参で、柚子ちょっとうち2個しかなくって、柚子の皮をすって、はい、練り込んでます。で、その今日は3食の団子になってます。最高、美味しいね。うちの会って昭62年から始まってて、クッキング教室をやってましたね。子供は結構、早い段階から、国から来る助成金の中にもありますもんね、子供のための食会の方の授業が、そういうのもあったんで、もうそれを継続して休みの時はやるようにしてます。とりあえずこの際はね、せっかく賞もいただいたんで続けていて、ただ一巡したらメニューは変えようねっていう話をみんなで、じゃなくて水豚とか先生の話とか先生の話の内容も、